でも本当にレイナすごい素敵なレイナだったなと思って改めて。いや本当に共和国本部とかひどかったですからね、あのもう飲んだくれてひどいね本当に。2年後にね戦争が終わるみたいな、うん、単語も出てまして、うん、だからみんなもうサボっちゃってるよと、うん、戦わなくても終わるからという感じでもう飲んだくれてるお兄さんおじさんたちがひどかった。もうあの中で凛と歩くレイナね、いや本当すごい勇気だよね本当に。無理だよ俺なんて、学校で女子がたくさんたむろしてるだけで歩けないのに嘘そういうタイプなの歩けないよあの状況下でさ一、うん、人だけちゃんと何スピアヘッド戦隊とか戦ってる人たちに、うん、その気持ちを向けられるっていうか、うん、あれだけでもやっぱ1話インパクトあったね。パーティーの行く行かないの話をしてるシーンあるじゃないですか。ありますね、レイナが歩いてて廊下歩いててって行ってもいいんじゃないのって、ね、あの時になんか なんだっけ何の流れか忘れたけど、こうシーンがさ俺のようになりますよって言った時にさ、レイナの首にカットが寄ってで日の光がピンって首のところに入るのよ。嘘でしょ、 でしょ。そうそんなありました。ありました。まるでじゃあそのシンの首にある傷を想起させるかのように。そうあかん、もう一回見なきゃみんな見てぜひ。そう、あの俺のようになりますよってセリフも、うん、あの時点ではただの世間話なんだけど、うんうん、見返すと本当だから、あ俺はちょっと他の人と違うんですよっていう気持ちで言ってたんだなとか、うんうんうん、今までの1話から5話までの真の発言がさ、うん、結構意味変わってくる部分が多いんだよね。でも本当に死者の声が聞こえてしまうシーンで、個人的にでもねちょっと嬉しかったというかのが、うんうんうん、すごくシーンがさ、うん、ミリーセショーさーってはい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 、なかなかこう大きい声もさそんな出さないじゃん、指示する時ですらさ、うん、そんなに出さないシーンが確かに。で今までもこう無関心というかね、うんうん、人にあんまりっていうシーンがそこですごいミリーセショーさーって声をかけているシーンがちょっとグッとくるというか、いや確かに今までね感情の起伏というか、うんうん、それは声にかなり現れないタイプのシーンだったけど、うんうん、ここまでいろいろレイナと会話してくる中で、うん、すごくいろいろシーンの本人の気づかないところで、うん、動いてる部分があるんだなっていうのがやっぱりいろいろ見えてくるというか、ちょっと嬉しい変化というかシーンのそうだね、うん、なんかやっぱその辺は俺自分でなんか声出してるんですけど、うん、はい知ってます僕ら声知ってます、こんなんですけどこんな声出してるんですけど、どこまで本気で心配してるのかとかをめっちゃ考えて、あーだよね、なんかその辺は意識してますね確かに。あ、これいいじゃん。